最高の画質を誰もがスマートに出力できるプリンターを作ること、それが新しいトゥルービズの開発テーマです。今回は新しいプラットフォームを採用し、より多くの方にご購入いただける価格という制約の中で最高のものを作り出すというミッションに挑みました。私は1997年に当社が初めて作ったインクジェットプリンターの開発に関わりました。それから約25年、歴代のインクジェットプリンターの開発に携わってきましたが、常にプリンターはどうあるべきかという理想の姿を思い描いてました。今回は僕の長いキャリアの全てを注ぎ込んだ集大成のつもりで挑みました。先輩たちが積み上げてきた技術を受け継ぎながらも、自分たちなりの新しい視点を取り入れました。例えばメディアを搬送するためのこのピンチローラーという部品ですが、こんな小さなものにもいい絵を出すために大切な技術やノウハウが詰まっているんです。でも大きさや材質、硬さ、全てにおいて今までいいと思っていたものをあえて疑い、テストを何十回も繰り返し、より最適な組み合わせを見つけ出しました。トゥルービズ史上最高の画質を目指して、ものづくり全体でこうした試みにチャレンジしました。最高の画質を出すためには、出力の際の正しい操作やセットアップも重要な要素の一つです。でも人間が操作することですから、使う人によってばらつきが出てしまい、それが出力結果の良し悪しにつながることもあります。だから誰でも最高の絵が出せるように、できるだけ人のスキルに左右されない製品を目指しました。そしてそれを突き詰めていったら、使い勝手もものすごく良くなっていったんです。もう一つのこだわりは、ローランド DG コネクトとの親和性を意識した設計です。ローランド DG コネクトは、お客様の製品と当社がつながることで様々な価値を提供するクラウドベースの新しいサービスです。例えばより質の高いサポートを提供したり、待ち時間や保証によるダウンタイムを減らすことができます。またプリンターの稼働状況やコストなどを見える化することで、より効率の良いビジネスを実現いただけるようになります。将来的には、自分にはないスキルを持った人々とつながることで、今までにないビジネスが生まれる可能性も秘めていると思います。ローランド DG のニュースタンダードです。ここから新しいローランド DG がスタートしていくという思いですね。これからのプリンターは、ただ単に出力するだけじゃなく、ワクワクするような新しいものを作り出す存在になっていくと思います。インクジェットプリンターの完成形です。ローランド DG のファンを裏切らないという最高のものに仕上げました。新しいトゥルービズを通して、たくさんの人たちにクリエイティブの素晴らしさや喜びを感じてもらいたいですね。